いわき市小川町にある梨の選果場では先週から本格的な出荷が始まりました。今日も収穫されたばかりの梨、幸水が運び込まれると県内各地の市場へ出荷するため次々と箱詰めされていました。範囲はですね、もう全面85センチぐらいまで上がったので機械は全部、浸ったような形にはなります。この選果場は去年の台風19号で決壊した夏井川の近くにあり、1階はおよそ85センチの高さまで浸水。機械も水に浸かったためおよそ2億5000万円かけて入れ替えなどを行い、今年の出荷にこぎつけました。本当に選果場間に合うかというところはありましたが、まずは本当に、出荷が再開できたことで、一安心、そこは嬉しく思っております、はい。去年の台風では周辺の梨畑も浸水被害を受けました。決壊して、はい、それでここのところが土砂全部入っちゃって、ここら辺ぐらいまでは入ったのね、土砂がね。夏井川沿いで梨農家を営む大森義夫さん。流れ込んだ土砂を取り除き、今年も例年並みに甘い梨を栽培できました。しかし周辺には土砂の撤去が遅れたため剪定などの作業が間に合わず、今年は出荷を断念した農家もいるといいます。手放しでは喜べない現状の中、被災を乗り越え実った梨への思いをこう話します。甘みがありますから、だから出荷した梨に対しては保証付きの光センターでやってますので、それで十二分に味わっていただきたいということですね。